こんにちは、ミリツァです。今回はですね、福岡から唯一のヨーロッパ線であります、KLM オランダ航空、これの、アムステルダムでの乗り継ぎですね、これについてご案内をいたします。福岡でですね、まず、目的地までのボーディングパス、搭乗券を受け取ります。そして、アムステルダムで乗り継ぐわけなんですけれども、アムステルダムはですね、最低でも基本的にはほとんどの、路線が、乗り継ぎ時間が最低でも50分ないといけません。大体予約の時にですね、旅行会社で50分以上の乗り継ぎで設定されますので、問題はないんですけれども、最低50分必要ということです。それでですね、目的地によって乗り継ぎの仕方がちょっと違うんですけれども、ほとんどのヨーロッパの一般的な国はですね、シェンゲン協定、で結ばれてまして、シェンゲン協定国と、言います。イギリスはちょっと入らないんですけれども、イギリス以外のフランスとかドイツとか、ほとんどがシェンゲン協定国に入ります。シェンゲン協定国の場合はですね、アムステルダムで、ヨーロッパの入国手続きをいたします。どこに行くにしてもアムステルダムで入国をいたします。で、その入国の際なんですけども、福岡で、受け取りましたですね、ボーディングパスの、アムステルダムから先の分をお持ちだと思うんですけども、それをですね、自動チェックイン機にまずかざしてください。そうすると、そこから先のですね、飛行機のゲートナンバーが印字されますので、それで、次のゲートを確認すると。で、その後ですね、入国手続きになるんですけれども、ここでですね、乗り継ぎ時間の短い方、それから、フランスだけちょっと特別なんですけど、パリ行きの方、それと、スカイチームですね、アライアンスグループスカイチームの、上級会員の方は優先レーンから、入国手続きを行えます。その他の方は通常レーンからですね、入国手続きを行うという形になります。乗り継ぎ時間のある方はですね、入国手続きを行った後に、国立博物館の別館だとか、レストランとか、いろいろと施設ありますので、その辺をゆっくりされたらいいかと思います。そのような感じで簡単に、できますけれども、最終的にわからない場合はですね、こちらですね、日本語のできるスタッフが乗り継ぎの現場におりますので、その人に聞いてください。それが一番早いです。もう最初から聞いてもいいですね。乗り継ぎの際、なんかちょっとわからない、不安だという方は、日本語のスタッフ探してチケットを見せて、どこに行ったらいいかというのを聞かれるのが一番だと思います。詳しい内容はですね、この画面の下の URL に、ブログとか、ブログの中にですね、また、KLM オランダ航空の公式ページの動画なども入っておりますので、そちらで確認をいただけるとより詳しくわかると思います。よろしくお願いします。